生活です、プロの生活。1年目、1年目ですか。やっぱ最初は不安でしたね。どういうことをしていくのかっていうのは、まあ慣れてきて、しっかりしっかり飯食って頑張ったと思います。成長できた1年だと思います。足りんとこしかないんですけど、まあ強いて言うなら9回まで同じフォームを続けて投げれるようにこのキャンプはそのスタミナを作っていきたいと思います。やっぱりまあ投げさせてもらったら絶対四死球とか出しちゃうんで、このキャンプではそこを徹底的に直していっている途中です。あとはやっぱストレートでどれだけバッターをねじ伏せられるかってところですね。自分ストレートが一番自信持ってるので、しっかりそのストレートをもっと磨いていきたいと思います。自信持ってる、僕一応まっすぐが自信、まあ、ある、じゃあるので、そこをもっと磨いていきます。今年は、まあ、思うようなっていうか、試合は投げれなかったんですけど、まあ、来年はしっかりとファームで先発ローテーションを守れるように頑張りたいと思います。まあ、今こうしてキャンプ来れてるのも本当幸せなことなので、がむしゃらにやって試合が登録して1軍で出れるように頑張ります。